どうも、イホイです。今回は2023年最新版アンジュルムの MV 再生回数ランキングトップ10を紹介したいと思います。まずは第10位、タデクー虫もライクイット、2018年発売、作詞作曲をヒャダインが担当、蒼井優さん主演のドラマ、この漫画がすごいのオープニングテーマにもなりました。10人十色時代を象徴する個性豊かな MV です。第9位は、七転び八起き、2015年発売、改名後初武道館でのパフォーマンス、ダンスメンバーとボーカルメンバーを分けた斬新な構成は大きな話題になりました。第8位はプリーズミニスカポストウーマン、2011年発売、前田優香ちゃん最後のシングル、読売ランドイベントで初披露、ユーカリンの表情が印象的な可愛くも切ない等身大のラブソングです。第7位は、泣けないぜ共感詐欺、2018年発売、落ちサビのパートリレーが大人気の激強ライブチューン、山崎葵さん直伝の共感をテーマにした歌詞は多くの新規ファンを獲得、アンジュに大きな勢いを与えた名曲です。第6位は、ガシン昇誕、2015年発売、四字熟語シリーズの第2弾、悔しい経験をバネに這い上がる当時のアンジュルムらしさが詰まったライブでとにかく盛り上がる一曲です。そして第5位は、夢見るフィフティーン、2010年発売、スマイレージのメジャーデビューシングル、少女の葛藤を描いた説明不要のザ・ツンク曲、現在は15歳のメンバーが披露する登竜門的な一曲にもなっています。第4位は、大器晩成、2015年発売、改名後一発目、作詞作曲は中島拓衣さんが担当、絶対に外せないプレッシャーの中大ヒット、めちゃイケのエンディングテーマとして覚えている方も多いのではないでしょうか。そして第3位、宇頂天ラブ、スマイレージ4人時代最後のシングル、4スマの全てを詰め込んだ歌詞とメロディーは現在も大人気、ハロプロ内外問わず多くのアイドルにカバーされ続けています。第2位は、次々続々、2016年発売、神子加入後初シングル、ライブでの盛り上がりはもちろん MV の完成度もたまりません。現在感想のコールはシオンヌが継承し、ターメへと進化を遂げました。そして第1位は、46億年ラブ、2018年発売、作曲は青い稲妻などでおなじみの林田賢治さんが担当、謎すぎるスフィンクスや46億年フォントが大バズり、アンジュの多幸感路線を切り開いた大人気の神曲です。いかがでしょうか。スマイレージから現在まで MV の移り変わりを見てみると、可愛い楽曲から反骨心、個性を尊重し多幸感へとトレンドが徐々に変化していってるのがわかるのではないでしょうか。皆さんの好きなアンジュルムの MV についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。